皆様、お疲れ様です。えー、明治安田 J1 リーグ、北海道コンサドーリ札幌対柏レイソルの試合が終わりまして、えー、1対2で負けました。はい。えー、今日はね、ちょっと車の方で試合に行ってたので、車のね、あの、中から、えー、試合終了直後といっても、まあ、なんだかんだもう1時間ぐらい経とうとしてるんですけれども、はい、感想を話したいと思います。 まず一言ね本当悔しいっていう気持ちがもう一番にはくるんですけれどもただ、正直ね、あのー、僕はもう嘘偽りなくサポーターやってるんで言いますけれどももうこういうなんていうか負けに正直慣れちゃってる自分がいるというか一番良くない状態だと思うんですけれども、まあ、決してあの、まあ、ヘラヘラしてるわけとかではなく 負けた今回も負けた、まあ、次々っていうその気持ちの切り替えをねまあ自分の中で言い聞かせてはいるものの絶対に切り替わってないんですけど、うん、なんかそういう癖みたいなのがついちゃってるのかなと本当に良くないなと思いましたなんで試合終わってからねやっぱりショックで普段そんなことないんですけどあのー、10なんか20分30分ぐらいもう 何もね動画とか撮らずにただピッチのね撤収作業を見つめるみたいな時間ができてしまったりとはいまあ、ちょっとね自分の中でもちょっと複雑な感情ですなのでこういう動画を撮るときは、ね、ある程度まとめて、えー、どういうことを話そうかなんて考えているんですけどもそういうね考えもできないぐらいちょっと思考停止してるような状況麻痺してる状況です、はい、ま,まずはまあ試合振り返っていきましょうか はい、でスタメンのほうがです、ねえー、浅野選手の離脱の方が発表されまして、まあ、前節、ね、ヒーローの浅野選手がいないという非常に苦しい中でのスタートになったわけですけれどもワントップに5人を置いて、えー、臨んだわけですが前半は正直良、うん、くなかったねあの失点のシーンなんかも左右に揺さぶられてっていうシーンでしたし、えーまあ、高さに今回の試合は、ね、泣かされたっていうようなイメージです。 で、前半ね、いろいろ、まあ、ゴルーラから見ていた中で、選手同士で声掛け合ってはいるものの周りの音に書き消されて、うまくコミュニケーション取れてなかったなっていうところはあったりとか。あとは、まあ、まあ、審判のことを悪く言うようじゃないけれども、モヤモヤするえ判定があったりとか。ね、決して、あの、悪気があるわけではないと思うんですけれども、やっぱり札幌からしたら、うんってなるようなシーンがあったのは、まあ、確かですね。はい。 という中で、えー、失点して、0対1で、後半、入りが良かったね。えー、とにかくあの、ゴールシーンなんかも、立て続けにゴールに向かっていくっていうのと、あと、選手たちのね、この後半に関しては、そう、絶対点を取る、絶対勝つっていう気持ちが、ひしひしと伝わってきまして、もう、これは勝たないと、で、俺らは勝たせないと、という思いで、ゴール裏で跳ねました、歌えました。ただね、あの、 現実っていうのは残酷なものでしてそうね根性ととかそういういいのじゃ乗り切れないこともあるんですだから今回もねあの最後、えー、後半アディショナルタイム入れられましたけれどもあれもね高さの部分もうこの強さそこまでね、あのー、相手もいいシーンを作れてなかったこのゲームの中でああいう場面で勝ちきれるチームがやっぱり生き残るんだなと。 それを考え始めたら僕はサタジアムから2、30分動けずにいました、ね。撤収作業を手伝えばよかったなんて今になって反省してますけれども。はい。まあそんなこんなで、1対2、うん。なんか勝ち目はあったよね。まあめちゃめちゃな決定機っていうことは、うん。まあこれが入ってればみたいなシーンは正直ないけれども、ただ少ない。 チャンスをね、あの、何個も何個も作ってたというか、何て言うんだろう、あの、ゴールに向かうまでのシーンは何回も作れてたんで、選手間でね、あの、いろいろ話し合って、で、前回のジュビロ戦のね、いいイメージ持って試合に臨んだんだなっていうのは伝わってきましたし、うん、あの、青木選手のね、離脱っていうのがないことを僕は今祈ってます。はい。うん。本当に申し訳ないです。あの、 動画を撮る身としてね、あのー、北海道コンサドーレ札幌を応援したいという思いで、このチャンネルを運営しているんで、えー、このコンサドーレのサポーター、ファンがね、一人でも多くね、増えてくれれば、そして、えー、なんというか、その、好き度を増してほしいというか、まあ、思いを共有できるような場にしたいと思って、このチャンネルをやっているんですけれども、なんか、ここ最近本当にマイナスな、 発信ばっかりしてしまっている自分が本当申し訳なくてプラスにプラスにってこういう時こそやっぱりスタジアムに集まろうよって投げかけられるようなね力があればいいんですけれどもそういう力も今の自分には足りずそういうところも見直さなきゃいけないなと思っておりますだから僕自身も今日ねあの最後の最後まで一緒に戦いましたけれどもまだ足りなかったんだなとまだやれることがあるんじゃないかなと。 残留に向けて自分自分身で何かできるんじゃないかなともう1回考え直しますなのでちょっとみんなもう一回考えようあの批判は誰でもできるから誰が悪かったああすればよかったこうすればよかったできるけどさやっぱりね現地にみんながみんな行けるわけじゃないそれ重々承知だけれどもまあなんとかやっぱり。 現地埋めたいねっていうところからまず最初考えて、で、それでもできないだったら、えー、いろんな方法、他にもね、あの、情報を発信するとか、あーまあ、あります。あの、心の中で応援するっていうのも非常に大事なことですけれども、やっぱり、こういう時だからこそ周りを巻き込んで、一人でも多くのサポーターがね、えー、こう、選手の後押しをできるような環境を作りたいなと僕は思ってます。 っていうのも、あの、今日は日立大での試合で、日立大ってね、あの、関東っていうこともあって、毎回毎回ね、チケットがもう速乾だったんです。ね、コロナ禍の時も速乾。っていう中で、今日はすごく空席がありまして、で、僕の両土内にもいなくて、後ろもいなくてみたいな。結構前の方だったんですよ。前で中心の方だったんですけれども、そういう状況が生まれてて、それはもうね、チームの状況があまりかましくないから、まあ、スタジアムに、 言っっててもなっていうのは分かるんですでもね2018年の2対1でね勝った試合なんかを僕は現地で行ってる人間なんであの頃と何が変わったかって別に変わってないじゃん北海道コンサドーレ札幌じゃん強い弱いとかじゃなくてコンサドーレじゃん分かるその強い札幌見たい俺も見たいしね負けるところを見たくない俺も思ってるけどやっぱりその 結果を左右するのは俺らの人数というかさ、そういう部分もあるんじゃないかなと。こういう苦しい状況だからこそ、やっぱり改めてお伝えしますけれども、僕はこうやって YouTube からね、この現状を、僕の気持ちをサポーターとしての意見を伝えることが、いつかはもうこう巡り巡って札幌のためになるんじゃないかなと思って、こうやって動画を上げてますし、それがね、えー、負けた試合だろうが、 勝った試合だろうがもう関係なくやっぱり札幌のことを愛していきたいと思ってますしねちょっと感情がごめんなさい先に出ちゃってうまく言葉をまとめられてなくて申し訳ないんですけれどもただこうやって僕自身は今後もですけれどもできることをやっていきたいなと思いますので皆さんもぜひ何でもいいですね本当に何でもいいもうダゾーンで生中継あとから追いかけ再生見るでもいいしどんな形でもあっても。 赤と黒の仲間で今後も戦ってほしいなと思いますこういう時もあるよサポーターやってればね前節ねジュビロに勝って今回現実を突きつけられてこっからやっていくしかないからはいということで次節はホームで鹿島を迎えるわけですけれどもまあ三上 GM が話していたその勝ち点っていうのは ちょっと厳しいのかなどうなんだろう次勝てばいけるのか次勝てばいけるのかなうんと信じて勝ち点7ねホームの皆さんあのこんだけ言っといて申し訳ないです僕自身はスタジアムには行けないですけれども僕はできることをやろうと思いますし、えー、北海道の皆さんそしてね、えー、まだ予定が空いてるよという方は是非スタジアムに足を運んでほしいなとこういう時だからこそ我々試されてると思って 臨んでいきましょうはいという形でまあ試合の内容うんぬんよりもちょっと今の心情を語るような動画になってしまいましたけれどもえー、以上で終了したいと思いますはいあのルヴァンカップ行きますはい長野えー、行きますんでえー、もう3日後なんだ早え <laughs> あっ月か水もうしあさってまたコンサドートレの動画ですはいなんでえー、現地に行かれる皆さんは ぜひ、ご安全に長野まで行きましょう。勝ち点3を持って帰りましょう。ね。カップ戦だろうが、隠した相手だろうが、関係なく、勝って帰りましょう。ということで、以上、バティスタ TV バティでございました。ありがとうございました。